アラン・ソー・ネットは、イギリスの政治家。代表的なトロツキストであり、左翼的な政治連合とリスペクトの役員である。1960年代前半、オックスフォードで自動車会社の労働者をしていた時に、ゲデ,ディ・ヒーリーの社会主義労働者同盟の募集に応じた。彼は1960年代から1970年代前半に、 かけて、カウリー・オックスフォード工場にトロツキズムを広めるのに、大いに貢献した。しかし、1973年もおよそ500人の、党員が SLL から追放された際、彼とカウリーグループのほとんども SLL から追放された。彼らの一部が、総ネットを中心に労働者社会主義同盟を結成した。WSL はヒーリーが参加している。 国際的なトロツキスと連絡組織イコーフィーに対抗して SLL を追放されたトロツキスとの国際連絡組織に関わった。しかし、支持基盤である工業部門をスパルタクス同盟に奪われ、1970年代後半に WSL は急速に弱体化した。1981年に WSL はショーン・マットガムナの ICL と合同し、 労働党に合流したが、1983年に追放され、ますます弱体化した。ソーネットは、社会主義団体や国際団体を合同し、国際社会主義団体として再編成した。現在、ソーネットは、イスの指導的地位にあり、第4インターナショナル統一初期局のイギリス事務局のリーダーである。ソーネットは、 リスグを説得して、労働党から離反させ、社会主義者同盟と連合させることに成功した。その後、小規模極左団体の一般的傾向に逆らって、社会主義者同盟とリスペクトの合同に賛成した。彼は日本の自助伝を書いている。マルキシズムの投志から、と、カウリーへである。ありがとうございます。